クスター・デショーン、久々に聞く名前だな。最近何してたんだ？2年も？それじゃバケーションじゃなくて失踪だろ。一体何してたんだ？一体どうやってだ？内臓でも売ったのか？俺たちがデクスのお眼鏡にかなうとは思えないが。 B、 聞いてるのか？大丈夫か？異言を吐き出したのかと思ったぜ。そのうち仕事に殺されるぞ。私が気づかないとでも思ったのか？よりのぶ、出る杭は打たれるとよく言うだろう。貴様こそ自分が何をしようとしたか分かっているのか？私たちの功績を野蛮人に渡すなど、私たちの未来を。そもそも俺のことを気にしたことなんかないだろう。あんたの問題点はそこだ。世界は自分中心に回ってると思ってる。傲慢だ。どうしてここへ？直々に俺に屈辱を味わわせ、立場を思い知らせるためか？サブロー・アラサカが殺害された。言ったろ、ジョニー・ボーイ、お前の息の根を止めてやるってな。いいやないか。わざわざこんな店までよう来たな。どないした？何しに来たんや？そっちのええ男は誰や？あら、えらい紳士的やないの。気の毒やな。聞いた話やと荒坂の兵隊班に追われとるんやろ。 B、 なんでうちに連れてきたんや？今すぐ叱るべきとこに通報せん方がええ理由があるんやったら言うてみ。しかし、まだボディチェックが終わっていません。例のものを回収しましょうか。思ったより元気そうだ。あの時はとても助かるとは思わなかったが。ジョニー・シルバーハンドを一つね。予習はしてきたみたいね。伝統なのよ、ドリンクに常連の名前をつけるの。くたばるのよ。派手な死を遂げるの。仕事中ならなおいい。ごめん。聞いてる。平気よ。その、気にしないで。大したことない、ただのストレスよ。深く考えちゃダメよ、 B。 忘れるの。ほら、薬を持ってきたから。オメガブロッカーよ。定期的に飲めば急激な変化を抑えてくれる。頭の中のお客さんも多少おとなしくなるはずよ。あとこっちは私から。疑似エンドトライジン、ブロッカーとは逆に進行を加速させる薬。随分とケバいとこに住んでんな。一応高級品なんだろうが、にしても何なんだこの趣味の悪さは。なんだこりゃ、まるでモデルルームみたいな部屋だな。ケリーはこんなの選ばねえ。あいつはいつも外で食ってたからな。たまに舞い込んでくるジグジグストリートのどぎついポルノに比べたら全然余裕だから。 B はどう？生もののブレインダンス、これが初体験でしょ？了解。じゃあ座って、早速始めるから。本当にジョニーなんだな。クソ、酒がいる。で、どういうことか教えろよ。なんでアフターライフのコソドロパンクみたいな格好してるんだ？叫んな、ジョニー。何も説明しない気かよ。ライブのこと？それともケリー？ほら、そんなにイライラしないの。すごくよかった。でも、ただそれだけ。あなたの気分が、でしょ？今日だけじゃないわ。あなたは繊細さが足りないのよ。それでもアーティストなの？エブリン・パーカーよ。一目見ただけであなただって分かったわ。仕事相手のことは何でも知っておきたいの。もしくはただの勘かもね。ええ、でもここじゃダメ。ついてきて。ラウンジにいるわ、マテオ。誰か訪ねてきてもいないことにして。パナムと一緒にな。
二人のおかげで死なずに済んだ。そう言ってやるなよ、パナム。今回のことをソウルに伝えたらすぐにお前を追うよう指示したんだぜ。たとえ関係がギクシャクしてでも家族には違いねえ。ソウルは家族のためなら何でもする。分かってんだろ。よほど重要な情報を握ってるんだろうね。ソウル、ソウル、私はスコーピオンを。何かできることはない？全部私が悪いの？何も変わってないのね。そうやって背を向けることしかできないのかよ。でも今の私は家族かどうかも怪しいのに。なんだ、どこだここは。待て、その前に一つ確認させてくれ。君は頼信の資格じゃないんだな。ということは私と取引したいのか。君のボスがカンタオよりも金を出すなら話をしよう。相変わらず失礼なやつだな、ビー。それで今日は何の用だ？頭痛や吐き気はあるか？光に過敏になったりは？わかった、じゃあ早速見てみよう。でそれ以外は大丈夫か？だが大事な話がある。レイスに捕まった後、奴らは俺からいろいろ聞き出そうとしてきた。キャンプの場所、輸送ルートに積み下ろしポイント。連中にクランの状態を知られたらラフェンは俺たちだけじゃ手に負えない。お前とはいろいろあった。そんなデタラメを信じると思うの？どうかしてるわね。それはあなたの弱さのこと、兄さん。ここいらじゃ見ない顔だね。あんたで何の用だい、B？ アンダース・ヘルマン、調べてくれ。例にはまだ早い。まず私のサービスは有料だ。それからデクスター・デショーン、ジャッキー・ウェルズ、ティーバグ、噂は聞いてるよ、B。 あんたが通った後には死体の山ができてるのだ。たまたま運が悪かったのか。うまくやれてるか。チャンスはあるかな。もう遅いよ、もう遅い。ウェルズ様はお亡くなりになりました。ご遺体はどうされますか？エクセルシオールパッケージでは死亡後の処理も無料で受けたまわっております。目的地をご指定ください。ウェルズ様の直近の血縁者はグアダルペ・アレハンドラ・ウェルズ、バー・エル・コヨーテ・コホの経営者です。ミスター・ビー、会えて光栄だ。おい、出せ。本題に入る前に一つ質問がある。凡人として何の面白みもないしみったれた平穏な生涯を過ごすか、名を挙げて華々しく早死にするか、お前ならどちらの生き方を選ぶ？